ルカ・ドンチッチは、スロベニア・リュブリアナ出身のプロバスケットボール選手。NBA のナラス・マーベリックスに所属している。ポジションは、ガード、スモール・フォワード。スロベニアのリュブリアナで、バスケットボールのコーチであり、スロベニアリーグとユーロリーグでプレーした経験を持つ、セルビア人の父親サシャと、ダンサー、ハードル選手、モデルとして活動し、リュブリアナで、美容室を経営する。 スロベニア人の母親ミリアムのもとに生まれたドンチッチの両親は2008年に離婚を申請し、親権は母親に与えられた。ドンチッチの家族によると、生後7ヶ月の時にバスケットボールに触れ、1歳の頃にはおもちゃのゴールでよく遊んでいた。ドンチッチはバスケットボール以外にもサッカーなど様々なスポーツをプレイしていたが、バスケットボールに専念した。7歳の時に、 ルブラナの小学校でバスケットボールを始め、自分より背が高く身体能力の高い年上の子供たちと一緒にプレーし、10代前半の頃にはバスケットボールで有名な少年となった。ドンチッチの父親は彼が8歳の時にスロベニアのクラブであるユニオンオリンピアでプレーしており、チームのコーチがユースチームへと招待した。ドンチッチは8歳でありながら言うマイナス11で、 プレーし、11歳の時には U-14 でプレーさせようとした。リーグ規定により試合には出場できなかったが、練習では U-14 の選手に混じって練習した。ドンチッチは2011年9月にブダペストで開催された U-14 の大会でオリンピアの選手として出場し、準決勝で FC バルセロナに敗れたにもかかわらず、大会 MVP を獲得した。 2012年2月には U-14 のスペインの大会に出場するため、レアルマドリードバロンセストにレンタル遺跡のような形で遺跡し、チーム最年少ながら、平均13.0得点、4.0リバウンド、2.8アシスト、3.3スティールを記録し、トーナメントではまたもや MVP を獲得した。その年の4月には、ローマで行われた。 U-13 のトーナメントでは、準決勝で29得点、15リバウンドを記録し、決勝では54得点、11リバウンド、10アシストを記録し、この大会でも MVP を獲得した。2012年9月、13歳となったドンチッチは、レアルマドリードと5年契約を結び、U-16 のチームへ参加した。 スペイン語となれない環境に適応しながら2013年2月にはスペイン国内の大会の決勝戦で25得点16リバウンド5スティールを記録し平均24.5得点を上げ MVP を獲得したまた3月には U-16 のスペイン選手権でも MVP を獲得した2014から15シーズンでは 主にレアルマドリードの U-18 のチームと B チームでプレーした。2015年1月に行われた U-18 のトーナメントで16歳だったにもかかわらずそのトーナメントのファーストチームに選出された。5月には U-18 のネクストジェネレーショントーナメントで優勝し MVP に選出された。2015から16シーズンにドンチッチは トップチームに昇格し、二千十五年四月三十日の試合でプロデビューした。十六歳二ヶ月二日でのプロデビューは、ディッキー・ルビオ、アンヘル・レボロに次いでリーグ史上三番目に若いデビューとなった。正式にトップチームのメンバー入りとなり、二千十五年十月八日に行われた NBA のプレシーズンマッチでボストンセルティックスと対戦し、4リバウンド、1アシスト、 一ブロックを記録した。10月16日には、ユーロリーグにもデビューし、17歳未満で、ユーロリーグに出場した21番目の選手となった。2016から17シーズンでは2016年12月4日に、行われたバロンセスト・フエン・ラブラダとの試合で23得点、11アシストを記録し、初めてのダブルダブルを92から76の勝利で、飾ったり、 この週に初めて週間最優秀選手も獲得した。最終的にチームをユーロリーグベスト4に導き、満場一致でユーロリーグのライジングスター賞リーガークブのベストヤングプレイヤー賞を受賞した。2017から18シーズンはチームのスター選手であるセルフィオリュルが2017年に全十字人体の怪我により出遅れ、ドンチッチに多くのボールが回ってくるようになった。 2018年5月9日、悪部史上7人目のトリプルダブルを達成した。このシーズンでユーロリーグで活躍し、優勝し、彼はユーロリーグの最年少 MVP に輝いた。新人王マーベリックスでのドンチッチヨーロッパで輝かしい実績を残し、2018年の NBA ドラフトへエントリーした。ドラフトではアトランタホークスに、 全体3位で指名された後に、トレイ・ヤングと将来の一巡目指名権とのトレードで、ダラス・マーベリックスに交渉権が移動した。マーベリックスのリック・カーライル HC は、マーベリックスで長く活躍しているダーク・ノビツキーが、NBA に、すぐには順応できなかった問題を挙げて、辛抱強く待つ必要があるとしながらも、ルカは特別な才能の持ち主だ。 我々にとって特別な選手になってくれる。彼がユース時代代表チームスペインで残した実績を見れば非常に稀で特別ということがわかるだろうとコメントし期待の高さを伺わせた。NBA での1年目となる2018から19シーズン、レアルマドリードとのバイアウト交渉、ヨーロッパでの疲れなどの問題からサマーリーグは出場しなかったが、 9月29日のプレシーズンマッチの北京ダックス戦でマーベリックスデビューを果たし16得点6リバウンド3ブロックを記録した10月17日にフェニックスサンズとの試合で121から100で敗れはしたが10得点8リバウンド4アシストを記録し NBA レギュラーシーズンデビューを果たした10月20日には ミネソタティンバー・ウルブズとの試合で140から136で勝利し、26得点、6リバウンドを記録した試合で、フランチャイズ最年少で20得点を挙げた選手となった。2019年1月21日のミルウォーキーバックス戦で、史上2番目の若さでトリプルダブルを達成。2月2日のクリーブランド・キャバリアーズ戦で2000年以降6人目となる10代で、 通算1000得点に到達し、2月10日のポートランドトレイルブレイザーズ戦では10代で、史上初の1100得点を超え、20歳の誕生日前までに記録を1194得点まで伸ばした。2019年の NBA オールスターゲームの投票では、西カンファレンスフロントコート部門でファン投票2位だったが、選手間、メディア投票の結果が悪く、総合5位で惜しくも落選した。 初のオールスター選出とプレイオフ出場を2019から20シーズンチームにクリスタプス・ポルジンギスとセスカリーを招き入れシーズンをスタートした。チームは開幕から絶好調であり、ドンチッチは10月と11月に30.8得点9.9リバウンド9.6アシストを記録し、ウエスタンカンファレンスの月間 MVP に選出されている。 2020年9月16日、NBA2 年目にして、オール NBA ファーストチームに選出した。2年目でのファーストチーム選出は、ティム・ダンカン以来である。また、MVP 投票では、トップ5入りした、史上2番目に若い選手となった。2020から21シーズンフリースローを放つ、ドンチッチ2021年2月6日の、ゴールデンステートウォリアーズ戦にて、 当時キャリアハイの42得点11アシスト7リバウンドを記録し134から132で勝利した。同月12日のニューオーリンズペリカンズ戦ではキャリアハイの46得点12アシスト8リバウンド1ブロック1スティールを記録し143から130でチームは勝利した。同年五月一日のワシントンウィザーズ戦にて十一得点十二。 リバウンドキャリアハイの20アシストを記録した。また、30得点20アシスト以上でのトリプルダブル、達成は、オスカー・ロバートソン、マジック・ジョンソン、ラッセル・ウェストブルックに次ぐ、NBA 史上4人目の選手となった。5月7日、通算で5000得点に達し、22歳68日での、達成は、レブロン・ジェームズ、ケビン・デュラント、カーメロ・アンソニーに次ぐ、 史上4番目の若さで到達となった。5月22日、プレイオフ1回戦のロサンゼルスクリーッパーズとの第1戦目で31得点10リバウンド11アシストを記録し113から103で勝利した。5月28日の第3戦目ではプレイオフキャリアハイの44得点を記録したが、マーベリックスは118から108の敗北した。 6月6日の第7戦目、プレーオフキャリア配能を46得点14、アシストを記録したが、マーベリックスは111から126で敗北し、2年連続1回戦で敗退となった。6月15日、2年連続オール NBA、ファーストチームに選出された。2021年8月9日に、 史上初めてのスーパーマックスルーキー契約となる5年2億700万ドルで、ダラス・マーベリックスと契約を延長した。ドンチッチは PG、SG、SF でプレーすることのできるポジションレスな選手であり、ガードとしては201センチメートル、104キログラムと、大柄な選手となる。また、スモールボールが、前世の現在の NBA では、PF のポジションまで入ることが可能と言われている。 3ポイントシュート、ミドルシュートや、ポスト付近でのフローターシュートなど、様々なシュートを決められるスキルを持っている。バスケットボール IQ も高く、味方とのピックプレーからも様々なオフェンスのバリエーションを持つ。NBA というロリーグで、コーチの経験のあるエットレ・メッシーナは、彼の年齢にしては、精神面で特に驚異的とコメントしている。 ただし、ウィングプレイヤーとしては、クイックネスの欠如が課題とされており、今後の成長が期待される。バスケットボールのジャーナリストでありスカウトである、オースティン・グリーンは、ポール・ピアースとジョー・ジョンソンと比較しているが、解説者のフラン・フラチラは、ゴードン・ヘイワードのスキルとマヌジノビリの精神を持った、選手としている。また、ヨーロッパで実績を残し、 国際大会でも活躍している選手との比較では、ディアン・ボディロがドラジェン・ペトロビッチ、トニー・クーコッチと比較される。ユーゴスラビアとセルビアで代表監督についていたイボコビッチによると、ペトロビッチやクーコッチよりも成熟した選手であると述べている。本人はスキルの多様性でニル・ベンシモンズと自分を比較している。ドンチッチはスロベニア語、セルビア語、英語、 スペイン語の4カ国語を話すことができる。スペイン語に関してはマドリードに所属してから学んでいる。2017年にはマドリード在籍中にナイキと2年間の契約を結んだ。2019年12月、エアジョーダンと複数年の契約を結んだことが発表された。ありがとうございます。